焼きありがとうございます。かわいいね、なんかたい焼きでいっぱい。いただきます。そのためでしょって言われたけど、そんなことないです。今ちょうど空き時間があって。そう、でもせっかくならね。そうなの。19時じゃないのって。19時からもやるんでしょ。そう、19時からもやるんですけど、なぎちゃんは今は暇な時間、暇な時間なので。めっちゃいい匂いする。え、これ本当に美味しいの。食べたこと。買って。私はなんか、新商品みたいな感じのおすすめっていう、ね、初めて見たのがあって、あったこれマンゴーわらび餅、ね、めっちゃ美味しい。プルプルしてる。マンゴーの味がするわらび、すごいね。うん、いただきます。ショールームでよくさ食べる。あんまり食べる。この間は、辛ラーメン食べた。カップのやつ。なんかインスタント。美味しかった。なぎちゃんも食べるの好きだもんね。ね、よくこの二人は、差し入れをね、先に食べる。そう、本当に気づいたら横になぎちゃんがいる。で余ってたら、持って帰るよね、ちゃんと。そう、一人じゃちょっと恥ずかしいから、こうやって七瀬ちゃんを連れて、二週目行こうとかってよくやる。美味しい。今日雨だね。雨やだ。うん、すごいたい焼きね、かわいいね。ふわふわふわ。皆さんたい焼き待ってます。あんまこういうの言いたくないけど、まあちょっと甘えよう。だってなんかイベントがあとちょっとで終わっちゃうらしいから。明日まで。明日までだっけ。うん、え、無理かな。いやいけるよ。イベントが明日までなのね。私今何個ですか。来た来た。たい焼き、たい焼き。ちょっとやだ、かわいそう。みんなあの。今何個ですか。ファンの人分かるのかな、何個タイヤ。多分分かると思う。ん、確か確か。なんか2000個だよね。うん、でもあやねちゃんが2日ぐらいで達成したって言ってたから。すごくない。ね、2日ってすごい。どんぐらいやってたんだろうね。1時間かな。七瀬ちゃんは427個でした。え、なぎちゃんは？なぎも0個。あ、本当？今日から？うん。じゃあ結構長い道のりか。マジ？残り1600個だって。七瀬ちゃん？でもいけるんじゃない？え？いけないかな。結構な道のりじゃない？なんか私はセブンイレブンのプリン、違う、マンゴーわらび餅ってやつ食べてます。プリンみたいな。でも、ダメ。そうね。もう完食する。待って、私もスイーツがある。美味しそう、めっちゃ美味しそう。それ買ったことない。こっち？うん。ね、ネギもね、初めて買ったかも。私もわらびを買いました。中にさ、入ってるやつだよね。
お、ありがとう、たい焼き皆さん。後ろのドラム叩くの？後ろのドラムはなんかバンドの練習とかって使うときにやってます。無理だな。バンドのメンバーだけの話しちゃう、うん、違う。あ、なんかエイトのエイトでたまにさやるじゃん。あ、エイトルズ。あ、そう、エイトルズはなんかギターとかやったりするけど、なんか今さ、うん、あやねちゃんとかが入ってるさ、あれあるじゃん。あ、あやねちゃんユニット経典か。うん、ああ、その人たちが多分使ってる。あやねさんとハルピョンが達成済みでしょ。えー、そうなんだ。なんかみんな結構達成してる。うん、なんかこれだけ食べたらもっとお腹空いてきた。逆に後でなんか食べよう。お昼食べた？食べてないのまだ、うん、確かにお昼なんかもうさ時間がわけわかんなくてさ、うんうん、変なもの買っちゃった確かにお昼ご飯でも最近毎日お昼ご飯食べる時間なくて結局変な時間に食べてる。え、わかるね。5時とかで、うん、最近帰ってきてさ、最近朝が早いじゃんです、うん、寝ちゃうんだけど2時間。ああ、え、わかる。でさ、夜疲れ果てて、そう、やばくない、うん、やっぱ体疲れてる時は不健康、すごくいいな。チャレンジって項目から無料で10個たい焼きもらえますよ、だって。えー、うん、そうなんだ。チャレンジ、珍しい組み合わせやね。だってそうかな、まあ、ショールームあんましたことないかも、一緒に、うん、でもよくさご飯食べに行ったりするよね。うん、まあ、よくよくってか、うん、ピザ食べに行った。あーぐらい。え、いつ？え、行ったよ。え2年くらい前2人で2人じゃないか、あと1人いた。でもなんか舞台の時ずっと一緒にいたよね。うん、花組。確かに舞台から喋るようになった、うん、最近すぎていやもうもともと別に喋るけど、なんか二人、うん、ずっと二人っていうのがあるとやっぱね。確かに。お、ついに、うん、わらび餅突入。いきます。これ意外とカロリー低いんだよ、155。えー、低っ。これは157。おお、負けた。え、勝った2キロ。2キロ。あ、たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとうございます。お、たい焼きいただきます。えー、おいしそう。たい焼きありがとうございます。うん、おいしい。うんうんうん、プルンプルンだね。ふわプルって感じ。うーん、中に噛んだらキュッて出てくる。うんうん、いいね。わらび餅おいしいよね。うん、大好き、わらび餅。なんか駅前にさよく売ってるじゃん、いろんな駅の。あー、確かに。毎回買おうか迷うくらい好き。うん、買いはしないんだね。うん、なんか食べきれないなと思ってやめちゃう。うちさ今まで、うん、あのさ水色のケースに入っ、うん、ケースっていうかさ容器に入ったわらび餅、うん、定番のわらび餅さ、丸いの、わ、うん、かる。うんうんうん、あれさめっちゃ好きだったけどさ、食べたことない。あ、本当、うん、マジ。それじゃなくて、うん、お店の四角い
なんかもう本当に手作りみたいな感じで食べたらもうなんかハマりすぎてそれに、うん、やっぱ美味しいよね、うん、やっぱ違う、スーパーで買うのとは違う、うん、スーパーの硬そう、なんか、うん、なんか空港にさ、ストロベリーわらび餅ってあるんだけどさ、やば、めっちゃ美味しい、ストロベリー、そう、いちごのわらび、それはみ、あの、ピンクなん、そう、ピンク、めっちゃ美味しい、美味しそう、でもね、空港にね、うん、今フルーツ大福屋さんがね、新しくできた、そう、やば、さすが空港に詳しいねそうそうそう、ちょっと救えない、空港なんか全然行かないもん、うん、うん、空港行かないな、うん、旅行行きたいね、うんうん、あ、たい焼きありがとうございますたい焼きください皆さんたい焼きください、うん、あ、ありがとう、お、来た、ありがとうございます、来た、ありがとうございます、おお、たい焼き、来た、ありがとうございます、あ、こちらもありがとうございます、ありがとうございます、おねだりしてるね、ぬぎちゃんツイッターでフルーツ大福欲しい宣言してて笑ったらってごめん、なんかわからすましすぎたかななんか失礼かなと思ったけど、うん、食べたいよね、うん、食べたい、なかなかさ自分でさ、うん、買う機会ないじゃん、まあ、買おうと思えば買えるけどさ、うちめっちゃ買う、あ、買う、うん、マジ、フルーツ大福、嘘、よく買いに行っちゃう、近くにあるんだそういう売ってる、あ、でもなんか最近まであったんだけど、うん、なくなった、そう、なくなった、だから買う場所がなくなっちゃった、ってことは、ってことはってことは、ってことは、フルーツ大学、ね、確かに高級、うん、確かに、まあね、フルーツ大福手に入ったらショールームで食べるもんね、うんうん、皆さんと一緒に食べます、皆さんと一緒にっていうかえ、でも2000か、2000って長い道のりじゃない、結構、確かにそんなことないよ、うん、え、1人10個だとして10個ってことは200人、200人の人からたい焼きを10個もらうだね、え、結構だね、200人の皆さんえ、でもさ200人は絶対いるはずだった、うん、確かに、そう、明日までっていうのがね、ちょっと短いね、え、明日までだと思ってなかった、26ぐらいまでだと思うんですね、明日のオルガン坂楽しみしてます、そうだ、私明日オルガン坂あるから、うん、ショールームできない説、初めてやる、初めて、うん、楽しみ、お、ありがとう、いっぱいたい焼き、うん、え、めっちゃ来た、うん、すごい、ありがとうありがとう、たい焼きラッシュ、不安になるね、 OK、 食べた、うん、
15分経過したって。15分意外と早いよ。確かに。ありがとうみんな。なんか話そう。ね、なんか話そう。え、なんだろう。あ、今360個。お、すごいじゃん。え、いけるんじゃない。ありがとうございます。いけるかもしれない。私何個ですか。1000ぐらいいったかな。いってそう。いってそう。私何個かわかりますか。なぎめっこしてくださいだって。ね、めっちゃ恥ずかしかった。ありがとうございます。なぎちゃん結構出てるよね、バチコイ。え、そうだよね、嬉しい。うん。うわー、嬉しい、いっぱい。たい焼き。ありがとうございます。533。え、600いった？え、今なぎ何個って言ったっけ。何個？430とかじゃないかな。え、いけるかな。そろそろみゆちゃんの生誕祭に向かいます。下尾は今日生誕祭なの。そうなんだ。何個なの目標。2000個です。2000個のたい焼きが必要です。4分の1達成した。お、すごいね。お願いします。毎日1時間配信してる下尾ちゃんが1700個だね。え、もうちょっとじゃん。毎日1時間すごいね。ね、ハイエイ、ハイ、ハイエイ、ハイエイ、はい、はい、ん？半永に時間かかる。半永に時間かかる。ってことは、じゃあもうちょっといってるかな、わかんないけど。確かに、すごい。うん。もらえる無料のでもいいのかな。はい、もちろんあの無料のやつを10個投げてくださると嬉しい。今回達成してるメンバー少ないって。嘘、結構いるイメージ。うん、7533。やっぱそうなんだ。え、でも605個っていう人もいる。あ、ほんと？すごくない？じゃあ反映されてるのかな、そっちは。ね、アバター持ってる？自分の。持ってる。え、どれ？これ？うん。星？黄色いやつ？違うよ。黄色いやつ。え、すごい。エイト君がミルフィーユになってんの？え、かわいい。かわいいよね。え、これってさ、どうやってさ、自分でデザインするの？アバターを。そうそうそう。え、すごい。どうやったらもらえる？え、なんかこの時は1年配信、1年連続配信してもらった。だからそういう機会がね、ないと。確かにね、作りたいよね。作りたい。うちも作りたい、新しいやつ。なんかみんな可愛いよね、いっぱい。またね、なんかめちゃくちゃあるよね。ね、うん、すごくない。ありがとう。なんかたい焼き食べたくなってきた、普通に。ね、近くにあるもんね。ね、クマタワー。あ、本当だ。お、すごい。本当だ。かわいい。どれだろう。ゾンネアットマークのっぽさん。あ、パフェだ。パフェのクマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうショールームってさ、なんかクマのイメージ。確かに。なんかさ、前さ。こういうイベントみたいなやつで、何個達成したらクマがもらえるみたいな。あったじゃん。あったあった。うちあれ未だにもらってないんだけど。マジ？そう。詐欺は詐欺。詐欺。ちょ、未だにもらってないんですよ。なんかクリスマスぐらいだったかな。クリスマスぐらいにそのイベントがあって、まあでも、もういつでもいいですよみたいな言って、もう半年ぐらい経っちゃった。もういつでもいいです。もう、ああ、ショールームして。たい焼き集めてる人たち？集めてる。
はい、たい焼き、たい焼き、たい焼き集めて、あ、来てくれた、ダンディも集めてるね。こんにちは、私もお達成しそう、ゲストが来ました。みんな、なぎちゃんとななちゃんにたい焼きを恵んでくれた。めっちゃ優しい。ありがとう、みんな。ゲスト、ゲスト、ゲスト。結構溜まった今。あのナナスちゃん結構600とかでも。ありがとう。お、みんないっぱい。嬉しい。煽っちゃったから。でもランディももうちょっとでしょ。うん。あと300個ぐらい。でもね、千匹屋のね、うん、大福はみんな食べたいよね。食べたい、食べたことない、そこのやつね、色もないから。美味しいよ、みんな食べたいね。めっちゃいい匂いする、リラちゃんから。そう、ね、なんか、何だろう、え、ご飯の匂い。チャーハン食べた。それだそれだ。あ、すごいすごい、あ、いっぱい、ありがとうすごいすごい、ちょっとなんか罪悪感あるけど確かに。リラちゃん1376個、やば、もうちょっとやん、もうちょっと、もうちょっとじゃん、600ちょいくらい。やばいね。今日やるの？やる。何時から？今日は8時くらいから。8時からやるそうですよ。でもゼロから始めてるでしょ、今日から。すごいよね。すごくない？確かに。すごくない？でもそんな、でもなんかさっき向こうでさ、なぎちゃんもう400行ったらしいよみたいなさ、うん、実況されてマジ誰かが言ってて、マジ遊びに行ってこうっつってで何中、みんな休憩してる、みんなご飯食べてたよ。ご飯、うん、ご飯タイムだ。1カメ2カメ、すごい。でも今日1000行って、明日1000行ったらいけそうじゃない？え、本当に明日まで？明日まで、明日まで。ね、そんな短かったっけって。1週間ね、もともと1週間だったけど、なんか短くなっちゃって、明日までになった。そうなん？そう。そんな、待って、1日で1000ってきつくない？きついね。うん、きついよ。だからもう無料のやつめっちゃいっぱい投げてもらうか。でもなんかみんな結構もう投げ切ったみたいな人もいる。そうなんだ。そうだよね。回復しないんだ。下の23時59分まで。でもここまでみんなが頑張ってくれたからちょっとね。それを無駄にしたらなんかすごく申し訳ないけど、明日できるかな。でもすごい増えてそう、また、ね、820って早くない？誰？なぎちゃん。誰？え、そうそう、そんな言ってない。すごくない？多分今600とかじゃない？先が400なら、そんな500。あやねちゃん3日で達成だったよ。え、すごいね。3時間で達成。え、3時間？すげえ。3時間3日、計3時間。そういうことか。すげえ。やなし844だって。おお、すごいすごいすごい。820って、すごいじゃん。今日1000いけるかもしれない。1日で達成できるかも。すごいじゃん。もうすぐ1000。嬉しい。いけるよこれ。すごい。早っ、ね、ありがとうみんな。この手だけめっちゃリアルじゃない？なんか、うん、だからさ、食べたくなってきたの。食べたくなるよね。食べたい。分かって笑えるよね。そう、うん、かわいい。めっちゃ来てる。ありがとう。絶対もうショールームで食べるから。パーティーしようね、みんな。パーティーしよう。フルーツ大福。フルーツ大福でもね、食べたい、すごく。ね、うん、本当に食べたい。大好き。うん、大好き、うん。この前ね、差し入れであったよね、フルーツ大福。あった。ね。あった。ね。キウイ食べたのぎ。あ、なんしても。あ、一緒に取りに行ったよね。うん、そうだ、そうだ。なんか見てるだけでたい焼きいっぱい来るから楽しいんだけども。すごい、めっちゃ。お、フルーツ大福、フルーツ大福。
宿題、うん、今日あと3時間配信できれば達成できるよ今日3時間はちょっとね、3時間大変かもしれない。でも次更新されたらさ、2人とも1000いってそうじゃない、なんかそんな感じがする。いってるかな。なんかさ、ここ防音室だけどさ、うん、意外と声漏れるよね。うん、漏れちゃう。前ここの部屋でさ、めちゃくちゃさ、うん、カラオケ熱唱してたの、うん、で外出た瞬間めっちゃシーンって感じで、みんながなんかパソコンいじってて、うん、絶対聞こえてたんだろうなめっちゃ恥ずかしくなったありがとうございます。1000いったんじゃない？1057？ すごいじゃん。やったーやばいよ、それすごいって。あと100人が10個ずつ投げる。お、100人が10個うん、確かに、なんでこの企画気づいたの？さっきなんか話してたの。そう、話してて、うん、明日までだよってなって、うん、あ、やんなきゃってなっちゃった、うん、そう。七瀬もツイッターでおねだりしようだってあ、書いてない？書いてない、何も書いてない。書いちゃった。書いたたい焼きをって言っちゃったあ、七瀬も1000いったわ。え、すごいすごい。1073個。やったー、すごいじゃん、2人とも。やったやった、嬉しい。たい焼きを見守る。すごい、こんなに早く。もうだって折り返し地点超えてるから、2人とも。お、じゃあもらえるかな。え、これってさ、1日、うん、今日さ10個無料のやつ投げちゃったとするじゃん、うん、そしたら明日も投げられるの？いや、なんかたい焼き買ったらおまけでついてくるみたいな感じだけど、うん、多分1日1日で追加はされないと思う、うん、1人10個が限度だと思う、ね、よし、レッスン頑張れるわ。これはフルーツ大福食べれたらね、レッスン頑張れるね。でもこのイベントさ、参加してる人そんな、え、まあ、いるか。どんくらいいるんだろうね、達成してる人。確かに、ね、もっと早く気づけばよかった。確かにえ、ってことは合計5日間とか。うん、水曜日からだから5日くらい。意外と期間がないね。ゴールドあるみたいよ。たい焼き付きのゴールド。ね、このさ、袋に入ってるのとさ、この裸のやつ、何？何が違う？袋に入ってるのが、うん、多分普通にお金かかるたい焼きで。あ、え、そういうことか。今すごい袋で、すごい。そう、それが多分課金。この中井さん、ありがとうございます。で、むき出しのやつが無料でもらえるやつだと思う。うん、そういうこと。ありがとう、ありがとう。でも罪悪感すごい、待ってすみません、大すみません。少ないね、でも達成者14人しかいないって、そうなんだ。14人か。うん、そろそろお邪魔しました。うん、ありがとうね、来てくれて。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なんで？またね。今何時か分かったりする？今何時だろう、分かんない。分かんない。携帯持ってない。確かにみんなに聞こう。今何時ですか？今何時ですか？何時ですか？10時51分。あ。何時って言った？あ、14時51分だって。お、こちら何時からやってた？でも30分ぐらいやってるかな、うん、うん、やってるか。うん、
酔っちゃうよありがとうみんな、ね、本当にありがとうございます。ありがとう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 これ椅子なのか。そう椅子の上に乗っけてます。これも椅子です。こっちは回らない椅子ね。ありがとう。美味しかったな、うん、これもう一回食べたい。もう一回買おう。すごいね、なんかマンゴーも入ってたよね。そう、マンゴーわらび餅、マンゴーわらびもっちり、もっちりマンゴーわらびじゃなくて、あ右から左です。もっちりマンゴーわらびでした。やばい、逆読んでた。こっちから読むんですね。そうですね、難しいですね日本語は。もっちりマンゴーわらび、確かに昔の人は逆から読んでたから、うん、そう、うちも昔の人だからさ左から読んじゃうのよこういうの。やばい。でもなんかさ縦書き珍しくない。確かに、こっちは横なのにさ。ああ、恥ずかしい恥ずかしい。面白いなぎちゃんに注意された恥ずかしい。なんかめっちゃ聞こえるね、なんか曲をやってます、うん、でもなんかどんどん漢字が読めなくなってってる、うん、え、なんでなんか読めないっていうか書けなくなって、うん、ああまあ確かに。でも最近ほんと書く機会ないもんね。そう、なんか手紙とかさ、うん、手書きじゃなくて一回なんかメールで打っちゃうじゃん、うんうんうん、だから、ね、やばいなって。そうね、時代が、うん、ね、時代がってことはさ、ほんとになんか文字書かなくていい時代になりそうじゃない、今後、知らないかな。いやでもありえるよね。なんか今の小学生とかさ、うん、iPad 導入してなんか、うん、ね、すごいよね。七瀬1234個、なぎ1119。すごいすごい。2人に5個ずつ投げてきただって、うん、ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。楽しみになってきた、うん、ね。でもさ、携帯なかったらさ、うん、どうする。ね、何もできない。携帯なかったってやばくない。確かに。てかさ、めっちゃ思ったのがさ、自粛中あったじゃん、うん、なんかこうやってインターネットとかさ、うん、がまだ全然流行ってない時代だったらさ、うん、ショールームとかもできないし、配信もできないし、リモートもできなかったからさ、怖くない。ね、何も、何してたんだろうと思って。遮断だよ今なんて。もうさ、携帯やったらさ、うん、なんか映画もさ無限に見れるじゃん。確かに。でもね、昔ってさ何を楽しみに生きてたっけ。まあでも昔は昔でさ楽しそうなこともあるけどさ、なんか何してたっけって。うん、確かに。昔友達と遊ぶ時何してた、小学校の時。なんか家からお菓子を持ち寄って、うんうん、公園でなんかピクニックみたいな、うん、して、でもうちもそうだ、そんな感じ。遊んでた友達のうちで、なんかポケモンの指人形みたいなのがあって、うん、持ってた。それでなんかこうやってごっこみたいなしてた、うん、交換するんだよね、たまに。そう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 。なぎね、お兄ちゃんの、うん、お兄ちゃんがめっちゃ集めてたの、それを、うん、でなぎがもらったの、お兄ちゃんの指人形全部、うんうん、でそれを好き勝手になんか交換して超怒られた、うん、マジ、うん、確かに。そう、なんか珍しいのがあったらしくて、あ、なんかコイキングの進化版みたいなさ、ギャラドス、ギャラドスっていうなんか竜みたいなやつ、うん、あれのなんかフィギュアを交換しちゃったの、うん、それ大事だったんだ。そう、めっちゃ怒られた。喧嘩とか した喧嘩はね、したけど、うん、でもなんだかんだでお兄ちゃんって優しくない、うん、優しいよね。ほんとお兄ちゃんがいてよかったって感じ。それね。でもめっちゃムカついた時は仕返しとして、
なんか学校に通ってるからさ、時間割の表があるじゃん、うんうんうん、あれを隠した怖っ隠して、うん、困ってた。お兄ちゃんがめっちゃ困ってるでもね、さすがにかわいそうだなと思って、うん、あるじゃんみたいな。それさ、お母さんとか見ててさ、気づいてたかな、ね、気づいたかな。そういうのさ、気づいてそう、なんかね、黙ってくれてたなら、うん、ありがたいですけど確かに怖いね、うち怖いわ。いや、そんなもんだよ、妹ってなんかそういうのある？なんだろう。でも自分、ナースが買ってきたお菓子とかがいつの間にか食べられてて、うん、で、なんか倍の数買わせたり、おー買ってきて絶対とか言って、うん、かわいいそれでもちゃんと買ってきてくれる、うん、優しい。え、まあ、ナースちゃんのお兄ちゃんはめっちゃ面白いって聞く。なあ、面白い、芸人みたい、なんかそう、面白い、本当に面白いで、身内ネタが多いからさ、あそう、説明しづらいんだよね。こう出すわけにもいかないじゃん、お兄ちゃんって、うん、お姉ちゃんとかだったらなんかさ、うん、出せるけどさ、確かにお兄ちゃんってね、ちょっと出しづらいので想像しといてください似てる顔。いや、似てない。似てない。似てるよね、なぎちゃん。似てるめっちゃ似てる。似てないんだ。本当に似てる、なぎちゃんとこ全然、なんか3人いるの、兄弟でも、すごい。そう、お兄ちゃん2人いて、七瀬なんだけど、みんな似てないの。うーん、でパパとかママにも似てない。え、なんかそうなんだ。いや、なんかそのパーツごとに似てるとこはあるんだけど、本当になんか顔が似てるねっていう感じではない。そうなの。そうだから、みんななんかこういろんなところがみんなに似てる感じ、逆に朝おばあちゃんに似てるし、顔が。ああ、そうそう、すごいね、面白い。そうなんだ。でもさ、お兄ちゃんが2人いて妹だったら可愛いだろうね。うーん、絶対可愛いと思う。でも歳が離れてたしね、うん、あ、喧嘩とかはあんましなかったかな結構昔からお年玉くれてたし。え、お兄ちゃん、うん、から、うん、え、そう、そう、小学生ぐらい、中学生ぐらいの時からもらってたかな、うん、そう、2人からお年玉もらってた。超優しい。優しい。いつ返そう、うん、返さなくていいって、私玉は。そうだ、年下だから。そうだね、うん、じゃあ自分が兄ちゃんの子供とかにいっぱいこうあ、そうだね、確かに。もうあげる側だわ、うん、あ、まだいっぱい来てる。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいな。なんせ1430、え、すごくない？すごい。これ今日この配信で行くんじゃない？確かに、あ、この配信で行く説ない？行く説ある？あるよ、多分。え、私は何個ですか？多分なぎちゃんもそんくらいじゃないもん。そうかな、500とか。まあ行ったとしても夜は配信します。うん、もちろん。あ、1554。え、すごいすごい。同じ？同じぐらい。一緒ぐらい、あと500ぐらい。本当は嬉しいよ。うん、ありがとう。え、そしたら1時間で行ったってこと？1時間行ってないよ、まだ。そっか。ああ、そうだね、これで行けばね。すごいね、すごい、うん、でもうちらもね、もうあとちょっとだからね、配信ね。そうなんですよね。今40分ぐらい配信してるって。え、めっちゃ配信してる ね。意外と。じゃあ終わる？終わる？どうしよう。でもうちもうちょっとうちはできるかもしれない。15時20分だっけ？なんでちょっと30か、うん、30まで できる。あ、ね、うちは20分からだ。あ、でも10分しかかかんない。え、うちは20分から、あれ、あ、うん、え、え、
そんな小刻みだったっけ。うん、え違う、あれちょっと待って、ちょっと聞いてきていい。ええ、うん、ありがとう、逆にありがとうございます。皆さん、はじめましてじゃない、むぎちゃんが今聞きに行ってくれたので。でもどっちみちだと15分か20分ぐらいまで切ると思います。ね、意外とバタバタしてるので最近はね。コンサート終わったかなと思ったらどんどんね新しいレッスンとかが入ってきて、まあみんなと一緒にいられるんで楽しいんですけど、ずっと最近も一緒にみんなといるからありがとう、ありがとう。なぜいつもバチコを見て嬉しい、嬉しい。なぎちゃんもバチコへ来てくれました。この前バチコへ収録したんですけど、それはやばいんですよ。なぎちゃん来てくれた、知ってるっけそれ。みんな、なぎちゃん来てくれて、ちょっとね私すごいことをさせました。なぎちゃんにすごいこと、めちゃくちゃいいことですけど、可愛いなぎちゃんが見られると思います。あ、おかえりなさい。ね、半からだった。あ、本当？じゃ、一緒だ。じゃあできる、できるね。よし。行きます。伝説の、伝説になるかな。確かにこの1回の配信で達成した勇者たち、いやもうこれはファンの皆さんのおかげだからね、本当にみんなのおかげ、はい、本当に。あ、だい焼き、あ、こっちもありがとう、だい焼き。あと249個。 えもういけるじゃん、すごい。待って待って待って、ナナセも頑張る。ナナセも同じぐらいじゃない。ナナセちょっと多いかも、もうちょっと。お、頑張る、ここまで来たからには。じゃあなんかみんなにさ喜んでもらえるなんかしよう、うん、え、何する何する何しようか。カラオケしていいんだっけこれ。いやダメ、これね、これだったらいいけど、でもないじゃん今。あ、そっか。いや確かに、どうしよう、カラオケしたかったね。確かに、どうしようどうしよう。あー、みんなありがとう。なんか踊る？いいよ。何にするじゃ。え、何があったか。何があったっけ？何が踊れるけど。なんだっけうちら。でも一緒に二人でユニットやったことないか。うん、ないね。あ、後ろから。あ、いいよいいよ。やろ。ちょっと起こそう一回、ちょっと整理しよう。シロからゆっくりと。こっちもこっち、あ、こっち。ゆっくりと。セピンで足を、足を中でこっちに立てて。セピンで左からだった。ちょっとちょっとちょっと。やばい待って。左左。お、あ、ずっと左か。次四つ。せーの、気をつけて好きを見せちゃ負け、ワンワンワン無視しよう、話しかけてくるまでは絶対足しかつない、振り向かない、次いつはねここはね難しい、ついね。せーの、後ろからゆっくりと最近中、ピピピメや気をつけて好きを見せちまけ、ママを無視しよう、話しかけて車では絶対話しかけ、話しかけて車では絶対振り向かない、釣りとはオッケーオッケー、よし
2000個いったら披露します。2000個いったら披露します。この間ね、ひーちゃんと一緒に踊ってたよ ね。そうなの。そう、本家に教えてもらったの。すごいよ、それはすごいことだよ。嬉しい、夢が叶いました。私もアイズワン、アイズワン、アイズワン。あーあ、ああ、頑張りさえすぎる。ちょっと待っててください。ありがとう、みんな。え、もしかしたら使います？え、本当に使わないらしい。本当？申し訳ないね。大丈夫かな、ね、ダンスの先生です。めっちゃ可愛い。可愛いね、紹介して。本当にね。でもあのともちんさんの、そう、 YouTube に出てるんですよ。めっちゃ可愛い、本当に可愛い。こういうカチューシャ、可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。後でいいよ。うん、言った？言ってない。後でいいよ。本当可愛い。本当に可愛いから。なんかさ、アンジェリーナ・ジョリーじゃない？あー、でも分かるかも。めっちゃ可愛いんですよ、本当に。マジで可愛い。見てみてください、本当可愛い。ともちんさんのと、なんかディズニーランドに行った YouTube ね。そう、かわいい、かわいいんですよ。ダンスの先生ってなんかみんなかわいいね、思ったけど、いつもね、お世話になってる先生だもんね、本当に。あの初期から、そう、結成当初から。そう、だってほとんどじゃない、47もそうだし、うん、あのルートとかもそうだし、振り付け全部作ってるよね、うん、ケガシーンとか、ケガシーンとかも全部先生が作ってくれて。あ、ありがとう、みんな。たい焼き、たい焼き、2000個達成したら踊ります。あ、待ってね、これなんて読むか分かる。え、一応待って、待って。うーん、これはですね、わかりません。わかんないよね。あー、でもタワーありがとうございます。韓国の方、ありがとうですよね。韓国の方かな。カムサハムニダー、カムサハムニダー。何があるかな。アニョハセヨー、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 マニ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 サランヘヨー、ノムノムサランヘヨー、ノムノム、ノムノムじゃない、マニマニ、ノムノム、どっち、どっちだっけ、ノムノム、ノムノム、マニマニ。なぎちゃんの YouTube にあげてよ、だって先生。いや、え、ちょっと待ってね、緊張しちゃうの、先生と喋ると可愛すぎてね、本当に。そう、いい匂いするし、もうね、理想の女性って感じ。シンチュイムさん、シンチュイムさん、シンチュイムさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。え、達成、え、え、待って、達成したかも。え、嘘でしょ、待って、本当に。あ、まだだってます。あー、びっくりした。え、私だと何個だろう。結構多そう。でも、お、いや、1560。ああ、でもすごいよ、ここまで。え、それな、うん、本当にすごい、すごいよ。え、すごすぎ。いや、ここで達成したらマジですごい。ファンの人ってすごいね。すごい。え、待って、もう何時だろう、いけるかな。でもさっきまだ15時になってなかった。あ、本当、うん、さっきっていつそれ、待って、出た時。あ、なってたから。でも10分とかだった。本当、うん。チェリオとエンジェルのぎおしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、15時10分だって。10分、うん、ありがとう、大焼き。あ、チェリオとエンジェルのぎおしさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、うん、ありがとう。達成するんじゃない、したんじゃ。え、できるかな。できるよ、絶対。お、すごいって。よし、全力でビビは踊ります。私も踊ります。はい、ビビビビ、後ろから
後ろからあそこもめっちゃひーちゃん可愛い。ひーちゃん一番可愛い。あそこそれな一番いいとこじゃない。しかもえ、わかるね。後ろから可愛い。可愛い可愛いんですよ。あ、これタワー。ありがとうみんな。これタワー、これタワーだよね。あ、来たよタワー。え、あ、そう、これはタワーか。マッカーシーさん、え、ありがとうございます。マッカーシーやとマークナースフルーツ大福頑張れちゃん、ありがとう。マッカーシーさん、ありがとう。チェリオとエンジェルなぎよしさん、ありがとうございます。チオリオタ、そうなの、チオリさんのファン。そうだね、ありがとうございます。マッカーシーさん、ありがとう、ありがとう、応援してくれてる。お、待って、達成したかな。え、マジ達成した。え、本当だ、達成しました。え、本当に？すごい。したよ。え、本当に？すごい。待って、待って、置いてかないでよ。ありがとうございます。本当に。いける。本当にありがとうございます。いける、いける、いける。めっちゃ急、本当にありがとうございます。いける。チーリオとエンジェルなぎよしさん、タワー2本ありがとうございます。うん。ありがとうございます、本当に。あ、でも740だって言います。1740。え、いける？これは。頑張る。ありがとう。すごいね。伝説。伝説だ。伝説だ。だ。ありがとう、うん。ありがとうございます。名前呼んでないけど、でもこの投げてくれる人の名前私ちゃんと見てるから、あ、本当にあの感謝の気持ちでいっぱいね。そう。見えるもんね。見える。今ね全開にしてるから。あと260個だって。お、え、もうちょっとだよ。いける？お、お、お。いけるかな。ありがとう。なんかすごい勢いでめっちゃ来た。ありがとう。なぎ軍が七瀬に来てるだって。なぎ軍。なぎ軍。なぎ軍。最高みんな。名前覚えとくね。覚えてるけどみんな。ありがとう。絶対もう楽しみになってきた大福。ね、食べようね。大福のことで頭がいっぱい。楽しみ。これ、え、うちもう行ったかな。え、達成できた。なんか今めっちゃ来たから、うん、なんかさ、でもどうだろう。まだか更新されるのにちょっと時間がかかるのね。うん、チェリオとエンジェルなぎよしさん、え、日本ありがとうございます。ありがとうございます。チェリーってあれだ、0048のキャラクターらしい。うーん、ありがとうね。でもなんか絶対達成してそう、うん、した気がする。たい焼き、うちもたい焼き一緒だった。コメントが本当だ。うん、これもう行ったんじゃん。うん、絶対行ってると思う。どうやって見るんだろう、これ自分で見れないよね。ね、テロップ変更したら。確かに、ありがとうございます。じゃあ一回テロップ8で達成したのはあやねちゃんとはるぴょんとなぎちゃんとナンセ。ナンセはまあ予定だけど、うん、4人だけってことでもすごい、ね、え、達成した。あー、おめでとう。え、待って、わかんない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 。どうですか、できた。新しい、ほんと、ほんとに。みんなちょっと一旦投げないでください今。あ、達成しました。あー、やったー、フルーツ大福ありがとう。みんな本当に大好き、ありがとう。ごめんね、こんなおねだりしちゃって本当に。いや、本当に本当にごめんなさいなんですけども。じゃあね、ありがとう、ありがとう配信に変更です。はい、
ありがとうね、みんな本当にこんなに急にさ、へ土曜日か今日ね、積み得る感じ、全身が確かにちょっと引きでよし、え、見える？見えないな、見えない、あ、え、なんかさ、え、縦になった、え、なんで、え、怖いんだけど、なんで、なんで縦になった、バグってる、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、なんで、なんで、怖い、今いきなり変わったよ、怖いんだけど、OK、ありがとう皆さん、調子は大丈夫ですか、今からなぎちゃんとビューエアを踊ります、顔が見えないですね、 あでもいけるかも、その辺に立てば、ちょっとじゃあこれをこうすれば、あ、そうだね、よし、え、なんで見える、え、見てる、なんかさ、身長がこっち高い方なのか、よし、じゃあそれでは聞いてください、なぎななせでビビベア、ビビベア、ビビベア、それでは聞いてください、なぎななせでビビベア、後ろからゆっくりと接近中、ビビビベア、火をつけて隙を見せちまみ、ワンワンを無視しよう、話しかけて車では絶対振り向かない、スミスはオーケー、ありがとうございます、ありがとうございます、できてた、できてた、たぶん、ありがとうみんな、よし、すごい達成できちゃった、楽しみ増えた、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当にありがとう、ちょっとマスクしよう、じゃあ壇上を読んで、はい、うん、違うかな、うん、じゃあ読みます、13位は YSA73 とマークなぎななせさん、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこっちの13位はけんちゃんアットマークなぎちゃんに、報告生写真のが当たりました、おめでとう、ありがとうございます、12位は吉成アットマーク7連中さん、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらは12位はゾンネアットマークのっぽさん、ありがとうございます、11位は、なにこれなんて読むの、黒ショー、黒ショーさん、かっこ弱い人さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中、2人とも達成おめでとう、 ありがとうございます、10位はごっちゃんアットマークのレンジャー、なぎななせ2人とも達成おめでたいさん、ありがとうございます、だって同じ人が、10位は黒光りかな、黒光りさん、弱い人さん、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい量、何位まで読んだっけ、9位か、次、あ、うん、9位、9位はゆうさん、ありがとうございます、ありがとうございます、9位はちゃうちゃうさん、ありがとうございま す, います、8位はスイカの種頭くたい焼き7レンジャーレッスン頑張ってねさん、ありがとうございます、ありがとうございます、8位は本兵さん、ありがとうございます、ありがとうございます、7位は佐藤タカアットマークのレンジャーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、7位はトカチンさん、ありがとうございます、6位は鉄のなせ一生推し、うん、DD かもなぎちゃんも大好きだよアットマークのレンジャーさん、ありがとうございます、6位はメロンメロンさん、ありがとうございます、5位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、5位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます、4位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、4位はススマアットマークなぎさハートなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます、3位はタッチアットマーク8の日が待ち遠しい7レンジャーさん、ありがとうございます、3位はしんちゅうさんだったっけ、新中さん、あ、間違ってた、ごめんなさい、ありがとうございま す, います、2位はマッカーシーアットマーク、2人ともフルーツ大福おめでとうアットマーク、ん、うん、違う、おめでとうさん、ありがとうございま す, います、
2位は永井さん、ありがとうございます。1位は鍋公式レッスン頑張ってね、頭くなりです、うん、ありがとうございます。1位はチエリオタエンジェルなぎよしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。レッスン頑張ってきます。頑張ります。本当にありがとう。またね。ありがとうございました。またね。さよなら。じゃあ私は19時にお会いしましょう。バイバイ。またね。バイバイ。